米沢さん難しい質問ですね僕は言葉というよりかはその振り付け家の必要としているもの意図を組んでそれを自分なりに解釈していくことを大事にしています。それが多分僕の糧となりその日々のリハーサルで成長していっているんだなっていう実感が湧くので。 そう思いました以上です僕もともとマノンはまだ出演したことがなくてもう結構すごい古い作品ですよねそれでまあ世界で上演されているってことは知ってたんですけどまあ映像を見てっていう,いう感じでもともとそのレスコーっていう役はやってみたくてすごく僕の中ではかっこいいっていう役柄 だと思ってたんですねそれで今回このお話いただいてそのレスコは皆ささんんご存知ののの通りマノのお兄さんその映像とかまあちょっとあらすじとか見調べてみたりはしてたんですけどでパッドさん来られてカールさんにもお話そういうどういった人物だとかお話しい,いてまたそのマック・ミランさんのこのロミ「ロミュート・ジュレット」 をやらせていただいた時とちょっと面影が似てるなっていう部分はあったんですけどさらに複雑な人物っていうのはその時代はすごい貧乏ですごい格差がすごくあり本当にお金持ちはお金持ち貧乏な人は貧乏で元レスコーは元兵士ですごい真面目な方だっただけどもお金にすごい興味があっていつも どう,どうやったらお金をを稼げるかっててうのをすごく考えているそうですそれで結局まあ妹を売っちゃう GM に売っちゃうそれでお金を稼ぐっていう心境になるんですけどもその妹を売るっていうことが僕には分からなくてまだ全然でもそう,そうでもしないと生きていけないっていう人物だけどもみんなに好かれているからなんかすごく難しい。 役柄ってていいうのを深く教えていただきました今はもすごく必死でその役に対してもそのステップにしてもすごくやっぱり難しい一歩一歩に意味があるんだなっていうのを実感している最中なんですよね多分マノン自体はもう今もさっきリハーサルあったんですけどすごい中身はいい人なんですけどそういう時代もう。 人を売ってしかお金を稼ぐことができないっていう心境は僕わかんないんですね。そういう体験がないので、だからその本当はいい人だけどっていうのは何ですかね、もう素で入れるような感じがして、でもゆいちゃんを売るっていうことに関しては本当に未知なんですよね。だからそれを正直僕今子供いますし。 それを例えて例ええてててば子供とか売るってなっなも絶対できないんでですよでもそれは多分僕の中でのもし例えばそういう時代になったらそうせざるを得ない気持ちになるのかもしれないんですけど気持ちの整理はでできてないですね <laughs> それは正直まだストーリーも全然一緒になんていうんですかねもう通している段階じゃないのでまだ考えている状態なのでなんか心痛い 痛くなります。なんか、それをもしやるってなったら、すごく痛い気持ちにはなると思います。だからそこが複雑な気持ちになって、もしかすると、なんか自分の中で覚醒できるのかなっていう心境ですね、今。うん、じゃあ、中谷さん、いつも友達ですけど、GM っていう形で、レスコーっていう形で殺されます。<laughs> その心境についてどうぞ。